パフェどうでしたか？パフェ？何のこと？え、食べてないんですか？秋月さんがカホさんにって作ってましたけど。機嫌損ねてしまったからそのお詫びにって言ってましたよ。うう、秋月パイセン、自分こんなに愛情のこもったパフェ食ったの初めてっす。秋月くんの、秋月くん、ごめんね、せっかく作ってくれたのに。ち、店長だな、余計なこと言いやがって。別にお前のためってわけじゃねえよ。暗い顔してると客に迷惑だから作っただけだ。秋月くん、私よりツンデレ上手だね。誰がツンデレだ！